ほら、トゥドベンハルミです。お元気ですか？書けるのに話せないっていう人多いんじゃないですか？そんな人が話せるようになるためにやるべきこと、これを35個の項目にしました。中にはちょっと被ってるものもあるんですけど、ポン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 って35個上げていくので、ちょっと確認してみてください。まず1番、紙とペンは使わない、机に向かわない。私のオンラインレッスンでも基本的に紙とペンは使わないです。別に使ってもいいんですけど、そんなことをずっとやってても喋れるようにはならないからです。2番、音をもっと聞く。もう読んだり書いたりするのが得意なのは分かったので、もっと音を聞いて、で自分もアウトプットして、この練習しないと一向に喋れるようにはなりません。3番、アウトプットする。まあ今言ったところですね。アウトプットとにかくしないと喋れるようにはならない。4番、何もわからない状態になれる。そもそも日本語を使って日本で日本人と一緒に生活していることを基準にされると困るんです。もう初心、赤ちゃんに戻ってください。周りが何言ってんのか何にも全然わからないっていう、この孤独な状態、不安な状態、もうこれに慣れてしまえばいいんです。5番、間違っていても気にしない。間違いは必ずあります。必ず間違えます。間違いに気づいて正すのは大事だけど、それをいちいち気にしていてはダメです。気になるんだったらもう間違えない。間違えないためには練習するしかないです。6番、正解をキャッチする。自分が間違えても相手がブラジル人の場合は正解をちゃんと言ってくれます。それをキャッチするんです。で次回は間違えない。7番、一語でも多く口から出す。とにかく数を打てばいいです。8番、とにかくスピードを速く、なんか言う。会話ってテンポなので、沈黙されると相手はあれ分かってんのかな、分かってないのかなって、そもそもそこが不安になります。なので分かったにしても分かんないにしても、なんか意思表示をしないと会話が止まってしまいます。9番、よく観察をする。ブラジル人のように喋りたいんだから、そのブラジル人をよく観察してください。視覚を使って、聴覚を使って観察してください。ブラジル人を観察です。10番、想像力と穴埋め作業。想像力の豊かな人は語学も伸びます。想像力なしにしてどうやって語学を学ぶんですか？わからない言葉は必ず出てきます。そんなのを一個一個追ってったら、単純に時間がかかるし、めんどくさいし、だいたいそんなにわかんないものばっかりこのリストにしても多すぎて覚えらんないし、どうせなので、わーってわかんないの出てきたら、全体的にこんな感じだな、でわかんないところを穴埋めしていくんです。穴埋め作業です。11番、シミュレーションと反省会。さっきの想像力とちょっと似てますが、こういう場面でこんなことを言うとか、こうやって言われたらこうやって返そうとか、そういうシミュレーションをします。で実際に会話があった後にはその反省会です。こういう会話をしたなって頭の中でもう一回やり直す。12番、日常生活にポルトガル語を取り入れる。やっぱりもうポルトガル語を使うってことを習慣にしていくしかない。なので身近なところから、今何時って思った時に時計見て、あ10時だ、10時ってポルトガル語で何て言うんだったっけ、みたいな、そういうところから始めていくといいと思います。13番、参考書や練習問題はいらない。辞書1冊で十分。参考書を使って基本的な文法を学んだり、それ1冊ちゃんと真面目にできる人はいいんですけど、ただそれだけやってても喋れるようにはならないし、そこは分かっておくべきです。私自身は基本的に辞書しか使わないです。14番、教材についている CD は捨てる。まあ別に捨てなくてもいいんですけど、あのね、教材についてる CD ね、やっても結局ネイティブの会話になったら、ほぼ使えないです、教材の CD なんて。15番、アニメ、ドラマ、 YouTube を見る。こっちの方が教材についてる CD よりもよっぽどいいです。タダで手に入るし。16番、思い込みを捨てて受け入れる。こういう勉強の仕方じゃないといけないというところから始まり、この単語はこうやって習ったからこうだとか、こういう使い方だとか、これはこっちの方が正しいって習ったからとか、本に書いてあったからとか、あの人が言ってたからとか、この今私が言ってることも含めです。だけど本当に誰かが言っていたこと、どっかに書いてあったことは一つの参考くらいにして思ってた方がいいです。それが文法にしたって、表現にしたって、まあ、特にそんな言葉なんて地域によってもいろんな違いがあるし、その人一人一人の捉え方の違いもあるし、それはなんか違う、なんていうの、考えとか意見とかが出てきてもふーんって捉えられるくらいのリラックスさ、許容量を持っといた方が柔軟に対応できて身のためです。17番、なんとなくわかるで許してあげる。さっきの話にも通じますが、全部完璧に理解するぞなんて最初から思っちゃダメで、なんとなくで OK です。
なんとなく分かれば OK って自分に優しくしてあげてください。18番、録音する、録画だとなおよし。これは何回も言ってますが、自分の声を録音してください。ポルトガル語読んでるやつ何でもいいです。読むのでもいいし、自分で考えながら喋るのでもいいけど、まず自分の発してる音、それをちゃんと認識してください。録画で姿も見えるとなおいいです。19番、ブラジル人の真似をする。さっきの観察につながりますが、観察して今度はその真似をする。20番、ブラジル人についての知識を高める。言葉っていうのと心とか文化とかってつながってるので、その言葉を話している人、話されている場所のことを知るっていうのは言葉を上達させるのにもう必須だと私は思ってます。21番、日本人についての知識を高める。外国語とか海外のことを理解するってことは、自分のルーツを知ったりとか自分自身のことを知るっていうことにつながるんですよ。だから日本人のことを知るっていうこともものすごく大事です。聞かれるしね。22番、擬音語を使う。単語が出てこないんだったらとりあえずなんか音とか使えばいいんですよ。ワンとかガンとか、私も対応します、擬音語。23番、 Google を使う。もう使えるものは全部使いましょう。せっかくみんなスマホ持ってていつでも何でも検索できるんだから、とにかくあーって伝えられない、伝わりにくいと思ったらとりあえず写真とか動画とか見せればいいし、 Google 翻訳も使えるし、使えるものはどんどん使いましょう。24番、話を複雑化しない。そんなに大したこと聞かれてないのに、ああ本当はこうじゃなくてこうなんだよねとか、なんかその微妙なとこ別にどっちでもいいって感じ。そんなに細かい話したいんだったらもうちょっと基礎力をつけないとそもそも伝えきれないから、だったらそんなに複雑にしない。25番、けど言いたいことを定めたら諦めない。でもここは絶対に私言いたい、伝えたいって決めたんだったら、そこを定めたんだったら Google でも何でもいいから、とにかく全てを使って絶対に伝えよう。もうそこは曲げない方がいい。26番、難しい話題を避ける。たまに最初からなんかすごい難しい顔して難しい話をしたがる人もいるんですけど、最初のうちはちょっと避けといた方がいいかなと思います。自分が苦しくなってくるので。27番、聞かれたら聞き返す。なんとかなんとかって聞かれたらとりあえず自分で答えて、で相手にも振ってあげる話題を。そうじゃないとなんか面接されてるみたいだから、あなたの名前何、どっから来たの、何が好きなの、なんでなのみたいな。それにただ答えるだけだと相手もだんだん疲れてくるから、次何聞かなきゃいけないんだろうってなっちゃうので、聞かれたら If you say って聞き返してあげる。28番、どうしても通じなかったら書く。別に話すっていうことにこだわんなくてもいいんです。コミュニケーションなので、どうしてもあ無理ってなったら、でも書くんだったら私できるんだよな、書いてくれたら私わかるんだよなって思うんだったらいいじゃないですか。筆談でも書いてみる、書いてもらう。29番、文字の暗記ではなく音と心の暗記。これは紙の上だけでなんか言葉を覚えるんじゃなくって、そのまず音です。音とその音を発してる時の心です。悲しい時に使う言葉、嬉しい時に使う言葉、美味しい時に使う言葉、こういう音と心を言葉とくっつけていく、こういう覚え方です。30番、スペルを気にしない。つまりこうやって話してる時にはスペルなんか関係ないです。関係ない、別にそんなことも気にしない。31番、自信ではなく力をつける。とにかく目の前にあることを一生懸命やってればそのうちに自信もついてきます。32番、動詞の活用と肯定否定、ここは忠実に。文章には柱っていうものがあるんです。誰がこうしたっていう一番大事なとこ、そこさえ分かってればあとは穴埋めでいいんだけど、大事なところ軸がずれてしまうともう話全体が変わってしまうので、だから具体的に言うと動詞の活用、現在なのか過去なのか未来なのか誰がやったのかっていうのを全て含んでくれてるのが動詞の活用なので、ポルトガル語ものすごく大事です。それから真なのか non なのか、これも勝手に変えちゃダメ。これ変えると180度意味が変わっちゃうから、これもダメ。この最低限のルールを守って文章っていうのは理解していきます。33番、先生の言うことを聞く。私はやっぱりこれが最善だって思うことを指し示してるつもりなので、それが最初は何言ってるのか分かんなかったり反発したい気持ちがあるかもしれないけど、この人に教えてもらおうって決めたらその人の言うことを聞く。まずはこれ守っていただけるとやりやすいです。34番、
自分の得意フレーズを作る。例えばどこ出身とか、どこに住んでんの、何が好き、どんな仕事してるのとかなんて、人と出会った時に大体する人気のこのやり取りです。なのでこんなのはもう、あ、来るな来るなって思って、自分のことだからさっと言えるようにしておく。そして35番、綺麗な一文を作ろうとしない。別にテストで一文書きなさいって、一文しか書いちゃいけないわけじゃなくって、会話って修正もできるし、一文じゃ伝わりづらかったかなって付け加えることもできるし、何でもありなんですよ。ほんな一文じゃなくてもちょん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 小出しでもいいし、何でもいいんです。日常会話っていうのはルールなんかないです。なので日常会話っていうもの、会話っていうものにまだ恐怖があるっていう方、本来はそんなに怖がるものじゃない。テストの方がよっぽど緊張しますよ、一発だから、修正が効かないし。でも会話って、コミュニケーションってそういうものじゃないので、もっともっとこのなんか殻を破ってコミュニケーション、ブラジル人とポルトガル語を使ってコミュニケーションを取るっていうことを楽しく気楽にやってもらえたらなと思います。はい、というわけで今日はバーッと35項目上げていきましたが、まあ、それぞれの項目の細かい詳細についてはまた別の動画で少しずつ、まあ、これまでにも何回もいろんな動画で話してますが、もっともっと皆さんの有益になるような情報をシェアしていこうかなと思ってます。はい、というわけで今日はここまでです。ご視聴ありがとうございました。ムイトブリガーダイアテオプロスモビージョタモンチャチャオベージュ。